そして値千金決勝の犠牲フライ遠藤選手です。どうぞ拍手をお願いいたします。まずは松葉投手からお話を伺っていきます。松葉投手ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日にかける思いというのはどういうものだったんでしょう。そうですね、まあ、2試合なかなかいい仕事ができなかったので、まあ、前回横浜でもやられてたので今日は必ずその時の借りを返してやろうという気持ちでマウンドに上がりました。それにしても新鮮展開でしたね。投げてる時はどんなマウンドを思いでいたんですか。いやもう自分は一人一人の打者を抑えてなんとかゼロをボードに入れていくっていうつもりで投げてました。特に今日は何が良かったんでしょう。いや今日はもうやっぱ文人も本当に良かったですし、あとはボールを低めに集めるという自分の投球ができたと思います。確かに文人投手とのナイスコンビネーション、ライアゴロの山でしたね。そうですね、それが自分の持ち味だと思うので、そういう形でアウトを積み重ねることができて良かったと思います。残念ながら勝ち越しには松葉さん届かなかったんですけれども、チームの勝利にはかなり大きな貢献ですね。やはりチームが勝つことが全てだと思うので、チームが勝ったので本当に良かったと思います。そしてその松葉投手の投稿にも応えた遠藤選手にお話を伺っていきます。遠藤選手、大きな仕事をしましたね。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずはもういいピッチングしてましたし、まあ、みんながつないでくれたんで、まあ、最低限できたかなと思います。遠藤さん、その最低限の仕事が21試合無失点という、石田投手からもう一対1点です。かなり大きなものじゃないですか。そうですね、まあ、石田君も素晴らしいピッチャーなんで、まあ、そこから取れたっていうのはチーム的にも良かったかなと思います。しかも遠藤さん、ヤクモクする展開の中で遠藤さんはどんな思いであのチャンス打席に立ったんでしょう。いや、特に考えてなく無心で、まあ、いつも通り行こうかなと思いました。仲いいよな。拍手が起こってます。守備で走塁でいい仕事をする遠藤選手がバットで今日は渡してくれましたね。まあ今シーズン何もやってないようなもんなんで、まあこれから頑張ります。さらに大きな拍手、遠藤さんのお立ち台を楽しみにしているファンの拍手だと思いますよ。はい、それでは改めてお二人にお話を伺っていきます。まずは松葉投手、今日のピッチングは大きな弾みになると思います。どうぞファンの皆さんにメッセージをお願いします。やはりいいピッチングを続けていかないとやっぱり意味はないと思うので、次の登板もしっかりいい仕事ができるように頑張ります。そして遠藤選手、明日のファンは楽しみにしています。どうぞファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、明日はデイゲームなんで朝早いんで早く帰って休みましょう。